どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、2020年にとうとう登場、ガズレレのアプリガズレシピ、こちらです。こちらとうとう登場しました。皆さん、アプリはここでちょっと調べておいてください。リンク貼っときますからね。皆さんのスマホや、タブレットにダウンロードしてちょっとご活用ください。でもちょっとどんな感じなの？一体どんなことなの？って楽譜とかあるけどどういうのなの？それ見方がちょっとね、心配でしょ？今からですね、今撮ってる動画は、その無料で見れるこの楽譜のサンプルとして、ガズのオリジナルソングを、提供したいと思います。こちらの動画とそのアプリの中にあるこうお試しで見れるようになってますので、それ照らし合わせてちょっとアプリの感じを掴んでください。そういうわけで今日やる曲はガズのオリジナルソング、ガズレレソング、そのまんまって感じなんですけど、これはシンプルでウクレレ入門者にもぴったりの曲、コード4つですから。なんだけど今日は8ビートの、ちょっとシャッフルっぽい感じの軽やかなリズムで、ワンバージョン、かっこいい版だけやってみようと思います。ちょっとね、演奏の感じとその楽譜の感じ見てくださいね。で、演奏終わったら後でちょっと解説しますので、最後までご覧になってください。それではいきます。ガズレレソング、やってみます。ワン。1, 2, 3. どこまでも続いてる足を鳴らす砂浜と青い色眺めて
ーの、じゃじゃん、ガズレレのオリジナルソング、その名もガズレレソング。かっこいいバージョンのみやってみました。軽やかナイトビートのチャでございますね。やっぱ南国っぽいイメージ、ハワイアンっぽいイメージで、軽やかに元気いっぱい歌えればいいと思います。これガズレレオリジナルソングですから皆さんこれ覚えて、イベントとか私に次会った時一緒に歌いましょう。覚えておいてくださいよ、これ。お願いいたします。そういうことで楽譜照らし合わせながらちょっとやってみてくださいね。よろしくお願いします。何度も言うようですけど、ガズレレのアプリ、ガズレシピ、ここリンク貼っときます。もう一回。はい。よろしくお願いいたします。まあとにかくね、アプリとかいろいろもうガズレレ盛りだくさんでいろいろ進めていきますんで、ちょっとこのままいろんなことフォローしておいてください。フォローするには、ドン！ガズレレ .com でお願いします。ホームページのリンクもここ貼っときますよ。よろしくお願いします。最新情報はこちらでゲットしてください。はい。そんなことで、どんどん楽しく音楽やりましょう。今回は見ていただいてありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。